こんにちはゆるく目指すセミリタイア生活略してゆるせみです今回はですね、まあ、セミリタイアを目指して私ゆるせみ活動しているわけなんですけど、まあ、その一環としてですね、まあ、節約という意味を込めて、まあ、ミニマリストという生き方をですね、まあ、実際自分でも経験してみようかなということで部屋のものをいろいろ捨てましたそして部屋の中がすっきりしたんで、まあ、今回ね部屋の中をちょっとご紹介していこうかなというふうに思います まだまだミニマリストと言えるほどですね物は減ってないんですけどまあそれでもね結構普通の人よりかはスッキリした部屋になってるんじゃないかなということで紹介しますんでもし気になる方いらっしゃればご覧くださいではどうぞさてそれでは玄関の方から撮っていきたいと思いますまず玄関の方はですねゴルフバッグを置いてますまあ仕事でなんかゴルフしたりもするんでゴルフ持ってますねプライベートでやることは少ないです でえー、っと靴の方が今出てる靴がですね3足あって、まあ普段の仕事用で普段化け用のスニーカーでまあちょっとした時に出かけるサンダルといった感じになってますで玄関上がると右手ですね玄関上がって右手に玄関収納があって、まあ、上はこっちの業務で買い物してきた袋そのまま置いてるのと、まあ、僕が使ってるタブレットとかを置いてます でこれは普段つけてる腕時計、あと、ここら辺はですね捨て,ると捨てるミラーと、まあ、前に使ってた携帯とか、これを捨てるやつですね。捨てるやつは一応、玄関収納の上に置くようにして、まあ、いつでも捨てやすいようにしています。はい、そして今度は玄関収納の下の中ですね。玄関収納の中はですね基本的に靴と収納をて兼用しているという感じです。 右手からゴルフ用のシューズそしてちょっとフォーマルな感じの靴で、ね、左が運動靴でその下に折りたたみ傘があってシューズ入れがあって、まあ、裁縫道具が、まあ、ここに入れてあるとでその下がアイロンとアイロン台と、えー、パソコンの箱とでこの青いのが何かっていうとまあコード関係ですね、まあ、動画撮ったり時のマイクとかそういうのも入れてます でこの玄関収納のところにかけてるのが車の鍵とかブレスレット、指輪、あとは、まあ、よく使うバッグとかを、ね、かけてますで。左側の方もですね、一応玄関収納ということで、まあ、収納、玄関収納なんですけど、普通の収納として使ってます。無印のファイルボックスに、まあ、書類を分けて入れてるといった感じです。で上の貝袋とかこういったものはですね、なんかまあ電子機器とかの。 箱ににななっっってててて、まあ、売るととき必要かなと思って撮ってますちなみに下の方にはお掃除のコロコロとかあとは三脚とかがですね、まあ、動画撮るときの三脚とか入れてる感じです、はい、で、えー、こちら玄関からこう左の真っすぐ目の前にですねトイレがあるわけなんですけども、まあ、トイレはこんな感じで まあトイレットペーパーがあってトイレがあってタオル掛けがあると、でトイレの上にですね収納があって右側があって普通のティッシュ、真ん中にまあクイックルワイパー関係とかまあトイレの掃除とかあとウタマロンでの掃除道具とで一番奥にトイレットペーパーがあるとそういった感じになります。はい。そしてね。 玄関入って左手の扉を開けたところが、まあ、リビングになってるわけなんですけども、まあ、今リビングこんな感じですで右手キッチンがこんな感じにあって、まあ、食べたものとかここで、まあ、洗ってからここに置くって感じですねでここが IH ですねで中にフライパンだったり、えーまあ、ここがお茶とか麦茶関係がありますね でここがまいろいろ作るおきした時とかに入れる、えー、箱というかケースが入れてありますでこっちがちょっとしたスープとかそういったものが入ってますねあと缶詰とかそういったものを入れてますで鍋の蓋とか、まあ、鍋敷とか上の方に入れてるとでお茶はここですね、はい でこの真ん中の引き出しっていうのがえ食、ー、器関係で IH の下っていうのが大皿関係を入れてるというしまあ塩コショウもちょっと入ってますけどでその下がまあゴミ袋とかそういったものが入ってる感じですねでまあキッチンの後ろの方にはですね調味料関係が一番右下 ね、左下にプロテインとかインスタントラーメンとか、まあ、そういうのが置いてあって上の方にですね炊飯器とケトルがあるとキッチンペーパーと布巾も一応揃ってますとでそこから右手にですね電子レンジと <laughs> 冷蔵庫がありまして、まあ、冷蔵庫の中はこんな感じで何もない感じですねはい、えー、さてそれではですね玄関から入ってまあリビング目の前で左手にあるのが洗面 関係ですね目の前に洗濯機があってその上にタオルとかを収納して、まあ限転洗剤が1つあるという形ですタオルの、えー、このスチールのよりは無印の商品のものですねまあ、そこのタオル突っ込んでるって形になりますで左手が、えー、洗面台関係洗面台の関係はねここら辺すっきりさせたいなと思ってここの鏡の下の収納の部分にですね置きました で、えー、鏡の中にも収納があって鏡開いたところだとその裏側にいろいろ入ってますっていう形で、まあ、ここ歯磨き粉とかいうの入っててまあ、ここにコンタクトとかねこれはまあたまに使うかなっていう感じのパフが入っててきれいきれいとか汚れ落としのスポンジとかですねまあさっきの下の方はっていうとひげ、まあ、剃り乳液きれいきれいとハトメ化粧水とニベアの王冠と歯磨き 歯ブラシという形ですで左側の方にドライヤーをね S 字フックでかけてタオルかけると一緒に,にかけてるって形になりますでこれがまあ充電するやつなんですけどひげすりはまあそれもねまあ普通,普通こうやって置いて使うんですけどまあ邪魔になるんで使わない時はねここにこうやってかけてるとまあちょっとごちゃごちゃしてますけどまあスペース的にいいかなと思ってでまあここの引き出しを開けるとまあタオルとか靴下とか下着関係が入ってて その下がですね、えっ、ー、と、まあ、洗濯バサミと、まあ、これ、爪切りとか耳かきとか、そういった関係ですね。まあ、このライターはですね、まあ、誰かのやつ、置いていったら誰かのやつはそのままあると。で、まあ、これがキャンドルの、ガラスのなんか入れ物なんで、ここでキャンドルでたまに優雅な時間を味わうと、そういった形です。まあ、右側にあるのは、脚立とかやつですね、そういうのもの入れてます。 で一番下にはあのー、体重計を置いてる形ですで後ろが、えー、浴室なんですけど浴室はまあ、ちょっと汚れてるんで今回はやめておきますということではいリビングにも方にも行きたいいと思いますリビング入ってまず最初にあるのがですねこのコンセントなんですけどこのコンセントはねキンドルとかを、えー、充電するためのコンセントでまあここに クッションがあるんです。ここにそうやってたまに Kindle を読んでるって形です。で、ゴミ箱があって、まあこれ、先ほどまでちょっと断捨離し途中までしてたんで、洋服を入れてます。今度捨てようかなと思ってるやつですね。で、右手に行くと、掃除機があって、でその上に、えー、ラジオがあります。まあラジオはね、普段日頃流してるんですけどね、こ今回は撮影のところだから流してないです。 でまあ、スーツとか、まあ、汚れも、まあ、脱いでそのままポって投げちゃうんでここに置きっぱなしで基本的にここの机の上でいろいろ作業したり、えー、食事したりっていうのか感じですねでまこたつ代わりの毛布といった形で、まあ、冬場もこれでしのぎますそして、えー、本棚があってプリンターがあって、まあ、時計があってといった感じですね、まあ、ちょっとした緑でサボテンなんかもあったりします でまあこっちにもね観葉植物あるんだ観葉植物部屋に飾るとねちょっと気分が、えー、なんかちょっとマイナスイオン感じ取れるかわかんないですけどそんな感じになって気分的にいいんでですねおすすめですやっぱ緑があるのっていいですよねでまあプリンターの下のこの中にはですね一応パソコン入れる予定に入れるっていうか普段を使わない時はこの中に入れてますでまあリビングこんな感じでまあ、このリビングから右手の方がベッド ルームとというここになりますでここがサイドテーブルですね。サイドテーブル、こちらソネングラスっていうやつですね。こうやってポッとすると電気がつくという結構おしゃれなアイテムですね。まあ、夜寝る前はこれを明かりにしてます。でまあ、この中にいろいろ文房具とかそういった関係を入れてますね。ノートとか文房具とかそういったやつです。で、えーまあ、ベッドの奥の方に。 えー、服がクローゼットがあるっていう形です上にですねお客様用の布団まあ親が来るんですねそういった時の布団あと僕の洋服は全部っていう形ですねまああれがほとんど全部でその下の洋服の衣装ケース入ってるのはほとんどあんまり入ってないんですけどまあ基本的に着よく着るのは上にかけてあって普段ほとんど着ないのはそこに入ってるって形になりますということでえー、以上でまあ僕の今 現在の部屋の様子っていうのをお伝えしましたさてということで部屋の紹介を終わりました皆さんいかがだったでしょうか、まあ、僕のこのお部屋ね、まあ、ミニマリストになりたいというか、まあ、なってみたいということで物をいろいろ捨てました、えー、テレビテレビボードテレビ台ですねあと机椅子あとカラーボックス、えー、というのも捨てて まあ,今あと自転車か、普段使わなかったら自転車もちょっと部屋には関係ないけど捨てました。といったものを捨ててね今のこの状態になったわけなんですけども、まあ、あと本とかもいろいろ捨てたり、まあ、細かいところでも他にもいろいろ捨てたりしてるんですけど、まあ、こうやってすっきりした空間になって、まあ、僕自身何が変わったかというと、まあ、意外とねあんまり何も変わってないかなっていう感じなんですけど物を捨ててまだ1週間じゃないか3日ぐらいしか経ってないんでまだ何も変わってないんですけど これからね、どのように変わってきたのかっていうのもね、この動画、このチャンネルでね、話していけたらなと思います。そしてね、もしこれがうまいこと変わっていくことができたんであれば、まあ皆さんにもね、実際に物を捨てるのおすすめですということを言えればなというふうに思っています。ということで、今回の動画は以上になります。まあ、このような感じでですね、このチャンネルではですね、セミリティアに向けていろろなことにチャレンジしていってるというような動画になりますので、 まあもし気になる方いらっしゃればチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ということで本日はありがとうございました。それでは失礼します。それじゃあ。